岡島博士は日本の情報学研究者、システムエンジニア。学位は博士。現在は中央大学国際情報学部教授。専門分野は情報セキュリティ、ネットワーク。1972年、東京都で生まれる。大学入学資格検定に合格後、1993年に中央大学総合政策学部に入学し、1997年。 卒業。その後、同大学の大学院総合政策研究科博士、前期課程を修了し、修士の学位を取得。1999年、富士総合研究所に入社。2002年に富士総合研究所を退職し、関東学院大学経済学部に講師として着任。2004年、中央大学大学院総合政策研究科博士後期課程を修了し、 博士の学位を取得。2015年、関東学院大学を退職し、自身の母校である中央大学総合政策学部の准教授に着任。2019年より、中央大学国際情報学部教授、情報処理技術者試験の複数の区分に合格している。合格しているのは、初級システムアドミニストレータ試験、第二種情報処理技術者試験、 第一種情報処理技術者試験、ネットワークスペシャリスト試験、情報セキュリティアドミニストレータ試験である。また、岡島自身も情報処理技術者試験の合格対策のための参考書を主にセキュリティに特化した区分を中心に執筆している。ありがとうございます。